Hey, what's up, パナナさん、ありがとうございます。はい、ここ日本言うてね。うんこだな。今日はですね、僕絶賛金がないんですよ。ということでですね、僕は今からブックオフプラスに行って、僕の全財産のお宝をですね、ちょっと査定してもらって、それで売りに行こうかなっていう話なんですけど、そうなんです。僕絶賛空気椅子です。ちょっと。はい、ってことなんですけど、座りにくい。今から僕の、なんていうんですかね、まあ、遠回しに言うと、高校の時に、お父さんのなんか、ひじきからですね、盗んできたものがあるんですよ。こちらです。こちらの金銀なんですけど、まあカシオスさんだったりチンコさんだったり、まあわけのわからないブランドだったり、まあこういう感じでですね、僕はね、高校の時にお金がなくて、お父さんのひそなんだっけ、へそくりから、へそくりのなんか、まあ時計がいっぱいあるんですよ、お父さん。でその中からですね、まあいろんな高いものを盗んでって、それでメルカリに売って、それで僕はお金を儲けたわけなんですよ。ちょうどね、僕はお金がないので、この残骸たちを、まあ、うまく処分しつつ、はい、であとこちらでですね、まあなんかでかい時計があるんですけど、これはですね、元カノからもらったんですけど、まあちょっと売ってもいいかなと思って、まあこれもらったんですけど、まあとてもいい時計で、なんか愛を感じるんですけど、この愛を売りに行きたいと思います。はい、なんか高そうな時計いっぱいあるじゃないですか、こんな風に。はいはい、まあこれでね、どんぐらいお金を稼げるかっていうのを検証していきたいと思います。ってことで行きましょうか。行きまーす。あー、いて。こちらに入っているものがそれぞれ10円、うん、こちらがそれぞれ20円、はい、こちらさんって状態の方で当店だとお値段をつけできなくて、お返しならもいいので、はい、はい、ってことで戻ってきました。11点売りに行ったんですけど、売れたのは8点しか売れなかったんですよ。なぜならですね、キャベツにベーコンが挟まってて、抜けなくなっちゃったからなんですよ。怒ったかんな、許さないかんな、必ず殺すかんな、てめえら本当に。まずですね、金額の方1個ずついきましょうか。こちらがですね、まあこれ1点で10円ですね。そしてですね、こちらですよ。こちらはですね、なんとですね、この3点でですね、まさかの。ご覧いただいているのが、現れた猿の様子です。60円です。はい。まさかのね、これですね。取れてるこれ。だから1点ですね、20円しかなんなかったんですよ、この聖子とカシオスさん。最後にですね、例のやつですよ。ちょうど1年前ですかね、誕生日プレゼントでもらったんですけど、まあ愛の結晶って言ってもね、過言ではない、あの時計なんですけど、なんかプレゼントで価値つけるのは良くないんですけど、まあ、しっかり愛はね、しっかり僕の心の中にしまってあって、やっぱこの世の中って金じゃないですか。金じゃないですか。僕は、まあ、別にマニーなんていらないに、みたいな感じなんですけど、まあ、その時計なんですけど、それがですね、1000円となっております。だから、ですね、まあ、そういうの良くないと思うよ。プレゼントです。でもわかんないからね、僕が結構使っちゃってよ。使っちゃって結構、汚れてたので、1000円だったかもしんないけど、元値はね、10万とかかもしんないしね。しっかり愛は受け止めたので、よろしいですか、これで。結果発表！全額の方を発表したいと思います。全額はですね、1110円となっております。美味しいポッキーの日！これじゃあですね、僕の学費が払えないので、あと、滞納してる家賃も払えないので、
まあ、どうしようかなって悩んだ挙句ね。皆さんにはね、もう決して真似してほしくないんですけど、僕にしかできないので、これは。まあ、とりあえず、早速ですね、まあ、用意するものはこちら。はい。あ、いい感じですね。2個目に用意するのはこちらで。まあ、こちらで、今から銀行強盗していきたいと思います。じゃあ、レッツラゴー。行きます。Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby.